どう炭治郎になってみて。すごい嬉しい。あ、これちょっと開けてみるね、ママ。じゃんじゃん。はい、こんな感じになりました。中ちょっとすっきりしたね。何でも入るね。何入れ？はい、百均に行ってこれだけ買ってきました。この100均のグッズを使って炭治郎の禰豆子の入る箱とあと炭治郎の着ているあの柄のお洋服を作っていきたいと思います。さあよしくん頑張りましょう。はい、えいえい、おお、これはスーパーであの取ってきたい。まずこの箱を全部止めます。でこっちはこのままこの状態を扉にしていこうと思うんですよ。ちょっと本家本元とは違いますが、これはこの扉で使っていくので、ここの種だけ残してここを切ります。はい、カッター、じゃじゃじゃん。こちらの100均リメイクシートを使います。じゃあこれを順番にシワにならないように貼っていきます。こんな感じ。ちょっとシワができたけど。炭治郎の箱どんな感じかちょっと確認。こんな感じ。よし君こんな感じだから横線かな。箱の横は横線みたい。黒ガム手で補強していきます。おーおーおー、こんな感じ。あ、ちょっと太さが出ます。いい感じ。三等線入りました。いいって感じ。正面はこうなりました。正面こんな感じ。確認してこんな感じ。この端っこですよね。この端っこのデザインを作っていきます。うっすら描いたの見えますかね。これを大量生産。はい、こんな感じ。これを箱に貼るとこんな感じでも用になります。じゃこれを貼っていきます。ボンドー。じゃ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 ーん。ちょっと今まだボンド乾いてないので白いところもありますが、だいぶ形になってきました。それが腕の見せ所。ねえ、よく鍛えたくない。どこに持ってくの。幼稚貫通しました。こんな感じ。
通すところもざっくり切る。でここに穴を開けた感じ。ここに今から肩紐を通すところを開けていきます。長いです、長いですか？だいぶ長いですよ。よしくん、ちょっと担いでみて。ここで肩紐を調節できるので調整します。こうするのはこちら、粘着布テープシルバーです。ほら、これでガムテープだ。いい感じ。ガムテープ貼っただけですが、これファスナーテープを使いたいと思います。イメージ、こんなイメージ。今ベルトに通りましたね。はい、通りました。これぐらいの大きさ。止まる方のここなので、ここにこれをピタッとつけるだけ。じゃん、止めれました。こんな感じに仕上がりました。横から見るとこうで、これフェルト2本、そしてナイロン補修シート2枚買いました。これを合わせて、はい、型紙2枚できました。こんな感じ。よかったんだ。誰も背中分かれてないよね。服失敗。これでいきます。肩の部分を塗っていきます。ボンドでもいいか。ボンドでいこう。木工用ボンド塗ったりしない春。補修シート、これまたシート、ご覧の通りシールになってるんですよ。もうアイロンとかで留める心配もないし、こう格子柄を、ほら炭治郎の格子柄を作っていく線です。おー、いい感じ。こんな感じ。結構ね、綺麗に格子が出てますよ。ガムテープバージョンです。脇ここくっつけちゃう。ここと脇、そう、ここでもうくっつけちゃう。ここでくっつけて止める。完成です。できました。作ります。100均でイヤリングの金具を買いました。でこのぶら下がるところは紙で作りたいと思います。こんな感じの長い紙、これをちょっと1枚だと本当に紙でペラペラなので重ねる。そうするとこんな感じ、
白い結構厚みのある紙ができました。ちょっとボンドで留めます。と滝のイヤリングのパーツこんな感じになっている。で針通したものに直接もうあのイヤリングの金具に通しちゃいます。通しました。この通したところをぐるぐる巻きつけました。半次郎の完成です。くるっと回ってみて。くるっと回るとこんな感じ。めちゃくちゃ水車。メハメハになっちゃった。イエーイ。